1990年10月、高崎マーチングフェスティバルは、高崎青年会議所のまちづくり事業の一つとして、そして高崎市政90周年をお祝いする記念事業として始まりました。第1回大会は、高松中学校をスタート地点とした市街地を道路の半分だけを使いパレードを行いました。道路の真ん中に青年会議所のメンバーが危険を承知で立ち、参加者に事故のないよう注意を払っていました。反対側はたくさんの自動車で渋滞していました。実行委員会の最大の仕事はこの沿道警備でした。この大会の参加団体は市内小中高等学校24校、参加人数は1386名、そして招聘バンドとして総合警備保障女子儀仗隊に参加していただきました。第2回大会は NTT 前をスタートし、城南競技場に向かう片道コースになりました。この年も道路の半分は車が走っている状態でした。参加団体も増え、幼稚園の子どもたちも半分だけパレードをしてくれました。城南競技場のフィールドでは、農大二高、群馬県警、陸上自衛隊12音楽隊、アメリカ第5空軍音楽隊などの模範演技が参加者の皆さんに披露されました。またこの大会は高崎青年会議所の40周年記念事業と重なり、参加者による五線譜と音符の一文字を作り、航空写真を撮りました。この写真は後で下敷きに加工され、子どもたちに参加記念品として配られました。第4回大会はようやく城南野球場の使用許可が下り、幼稚園児によるキッズドリルと模範演技を参加者や父兄の皆さんに見ていただく場所として使えるようになりました。パレードコースの道路全面交通規制は94年のシンフォニーロードの開通まで実現できませんでした。方々にも参加していただき、全員で大会の最後を合唱で飾りました。第5回という大きな節目は、さらに第10回へ向かってこれから第一歩を踏み出すわけでございます。高崎は音楽の町、そして皆さんの音楽によって心と
心のシンフォニーも響かせていただきたいと思います。シンフォニーロードが出来上がりました。そのシンフォニーロードでもってこのマーチングフェスティバルが行われるということ、高崎にとってこの上ない喜びであり、新しいその音楽のある町、触れ合いのある町の高崎にとって、歴史的な日でもあろうというふうに思うわけでございます。94年第5回大会はエポックメイキングの年でした。シンフォニーロードの開通により、前回までの NTT 前からスタート地点を音楽センター前に移し、 2.3 キロにわたるパレードコースの全面交通規制が実現しました。これにより参加する子どもたちが車の危険を感じることなく安心して城南野球場までパレードできるようになりました。第6回大会は高崎市政95周年の大会でした。この大会は14年間の中で最も華やかな大会の一つでした。初めて海外からのバンドを招聘することができました。英国近衛軍楽隊コールドストリームガーズの皆さんです。海外招聘バンドをお招きしてパレードを見ていただき、その夜は音楽センターでコンサートも楽しむ、この形ができたのもこの年からです。この大会には近衛軍楽隊のほか、警視庁音楽隊、警視庁女子個隊、来賓として駐日英国大使ご夫妻、中曽根康弘元首相もご列席いただきました。第7回大会は高崎マーチングフェスティバルの名前を全国に知らしめる大会になりました。アメリカ DCI チャンピオンブルーデビルズの招聘は全国のマーチングファンをあっと驚かせる出来事でした。彼らのパレードの進行に合わせて沿道の数千人の観客が一緒に城南野球場までパレードをしてきたのです。城南野球場内での模範演技も、そしてその夜の音楽センターでのコンサートも予想を上回る大盛況となりました。登場は兵庫県西宮市から参加していただいた春風トランペット個体の皆さんです。私たち春風トランペット個体は兵庫県西宮市から来ました。平成7年の阪神大震災の時に楽器が半分以上壊れてしまいましたが、高崎青年会議所の皆さんに楽器を寄贈していただき、音楽活動が続けられることになりました。こんなバンドも参加してくれました。第9回大会は世界最古の軍楽隊として有名なトルコ軍楽隊もこのフェスティバルに参加しています。マーチの原点ともいえる独特なパレードを披露してくれました。この大会ではオナーバンドとして高崎マーチングフェスティバルバンドが初めて編成されました。高崎市立八幡小学校の皆さんです。今年初めてマ
第10回記念大会は沖縄からアメリカ第3海兵遠征軍楽隊を招聘しました。次の第11回大会は高崎市政100周年の記念すべき大会でした。ところが大変残念なことに、11回目にして初めて雨のためパレードを中止することになってしまいました。この時の教訓から雨天プログラムが検討されることになりました。続く第12回大会は21世紀最初の大会でした。前の年のリベンジを掲げ、実行委員会のメンバーも例年になく力の入った大会になりました。この大会には全国大会で常に上位を争う横浜インスパイアーズ、横浜ロビンズ、そしてジェネシスコーが招聘バンドとして参加してくれました。第13回大会は再び雨天中止となってしまいました。なお本日は雨天のため特別プログラムに変更させていただきました。全国大会では常連の野田市立南部中学校と神奈川県立湘南大高校が招聘バンドとして初めて参加してくれました。その素晴らしい演奏は参加している市内の小中学校の皆さんにも驚きと感動を与えてくれました。第14回大会は晴天に恵まれ